道玄坂 TVTV。 はい、始まりました。はい、後半戦ということで、渡辺美です。よろしくお願いします。はい、で、ゲストにいただきました。はい、はい、2回目にゲストで呼んでいただきました。イベントやグラビア等で活動しております高橋あずさです。ツイッターやっておりますアットマークあずえ日記アンダーバーティ、ぜひ、フォローお願いします。はい、以上です。ありがとうございます。はい、前半はハロウィンの話と、あとはバトルオーディションの話をして、はい、次はね、サンマの話。サンマの話。秋だから。秋だよ、旬だよ。サンマ食べた。サンマね、食べた。私もすごい食べた。なんか今年、小ぶりっていう噂をさっきチラッと聞いたんだけど。私的にはね、あんまり変わんないと思うけど。私もね、正直。あんまり気づかない。私も正直気づかなかった。大きさ。私この前、サンマ取って返したよ。取って返して、キャッチ&リリース。そう、なんか箱に入って売ってるでしょ、サンマ入ってる、うん、なんか氷の中に、うん、あ、サンマだと思って取って、うん、気が変わってあの魚屋さんのとこ行って、すいません、これ取ったんですけど返しますって。そのまま返した、袋のまま。できますかって来た。あ、大丈夫です。全然できるんだ、そういうことと思って。なんならそこの場所に戻そうかと思って。みんな見てるからそんなことできないと思って。金魚すくいじゃないけど。でも、そう、食べたよ。食べた。そうそうそう。え、なんか、あれ、サンマってどうやって食べる？塩焼き派？塩かけない。普通にもう。そのまま焼くところで焼いて、うん、醤油。ポン、あ、醤油、なんかポン酢の人と醤油の人が実はいる。ポン酢知らなかった。私たまにポン酢やるけど。ポン酢美味しそう。ポン酢にしてみる、今度。おすすめ。醤油に飽きたらぜひ。飽きないね、でも。美味しいから。日本人だからなかなか飽きない。生きてて飽きた試しがなかった。そんな美味しい。え、サンマ、自分で焼く？え？ね、焼くっていうか、なんかその、結構その調理法とか焼き器、あ、グリルがある焼くところ。私、え、何で焼くの？私結構フライパンで自分で焼くときは焼く。あの、一人暮らし、今ちょっと一人暮らしじゃなくて、あの、家族と住んでるんですけど、一人暮らししてる時とか、フライパンにクッキングペーパーを敷いて、サンマを胴体から2つに割ってこうやってた。燃えないの？クッキングペーパー置いたら、テフロン加工だから。そうそう。え、なんでそれ引くの、クッキングペーパー？なんかそうやって、しなんか普通の焼き、テフロンだと匂いもつくし、うん、なんかベトくてもくっつかないし。知らなかった。フライパンで何でも焼く。トーストとかも焼くよ。フライパンで？フライパンで。どうやって？なんかバター入れて食パン。できるんだ。で、パズーやってるよ。え、パズー、あの、ラピュタの天空。ラピュタの話、今。いや、自分の話、自分の話からのラピュタの話。ごめん、分かりづらくて。え、そこまでピンポイントに見てなかった。ほんと？あの、目玉焼き、見てみる、見てみる。目玉焼き半分に割ってトーストにのせるとパズーが作ったご飯になるから。え、見てみる、やってみる、それ。あ、でもあんま食パン食べないかも、うちで。何パン？パンあんま食べないかも。どうだろう。パン？パン、あ、あれ食べる。なんかちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。丸い。バターロール。あ、そう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 、それは。今なんで分かったの？え、なんかパンどうやって焼くか分かんないんだよね。なんかあるの、あるんだよ、あの、うん、機械は。トースター。あ、でもなんかその電子レンジみたいなやつ。あ、はい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 。だけど、あの、チンって出てくるやつじゃないから、うん、どうやってパン焼くか分かんないんだよね。でも多分オーブンとか書いてあるからできそうなんだけど。うんうん、
と使いこなせてない。で、説明書もどっか行っちゃった。オーブンってパンを焼くっていうよりはあれじゃないの？あの種から作ってこねて。え、そっち。焼き上げる方じゃないの？違うの？え、でも多分できると思うんだよな。それ電子レンジの多分コラボしてるやつだから。ああ、あるよね。でもだけど、うん、ないんだよね、肝心な説明書が。わかんない、どっか行っちゃった。なんとなく感覚で食べかな使いこなせてないから、食パンはね、ちょっと焼くとこがない。魚焼き器のとこで焼けるかな、食パン。あれはなんか火あるし、匂いがもうつかないように、なんかそうだね、臭いね、確かに。そう、すっごい洗って脱臭して、魚のパンになっちゃう確かに、そうなんだよね、うん、サンマ美味しいよね。サンマ美味しい、秋の味覚だよね。次の話に移っていい？唐突だけど。ぜひぜひ。次はね、あ、そうそう。え、あずさちゃんのそう番組がそうこのそう道玄坂カフェさんで10月からそう実は放送することにさせていただきました。ありがとう、ありがとう道玄坂。はい、はい。で、なんかどういうやつだっけ？はい、実は番組名が、はい、実はですね、番組名、あのついここに入る2時間くらい前に打ち合わせで決まりまして。そんな前から来てるの？あ、そう、いや、なんかそこの前が仕事でそこから直行で来てしょはい、ね、なんかタイトル、まあ、仮題だったんですね、決めまして、タイトルがですね高橋あずさの教えてあずさ先生という番組を、10月から始めさせていただくことになりました。で、内容なんですが、あの、まあ、グラビアとイベントをやってるんですが、今回ですね、あのイベントコンパニオンにちょっと特化した番組をやりたいなというふうに思って、うん、まあ、それをですね、発信していこうかと思います。内容なんですが、まあ、まだ第1回がやってないので、ちょっとどんな内容にするかっていうのをこれからどんどん詰めていくんですが、まあ、今企画している内容なんですが、まあ、コンパニオン用語講座、例えばあの結構専門用語が実はイベント業界である、私たちは普通に使ってるんですけど、あんまり、馴染みのない。すごいね、私わかんないんだ、その用語とか言われても。トリプルとかダブルとか言われるけど、私全然わかんないよ。え、ダブルって聞くと嬉しくない？わかんない、だからそれがわかんない。私こうコンパニオン、多分展示会とかだよね、多分。そうね、展示会。そうそうそう、コンパニオンっていうのも、まあ、いろいろいろんなお仕事があって、ね、勉強になる、私もそれ知らないことが多すぎて、なんかいつも、うん、同じとこにしか行かないの私。あ、そう、同じお店にずっと行くの、うん、同じとこにしか行かないだからあんまりね、分かんない、なんかそうそうそう、そかそか、難しい。そう、なんかこう一個のお店でどんどんリピートをもらえる子っていうのもすごく、私は結構なんか逆にリピートというよりもなんかバラバラで結構行くんですけど、そういう用語ですとか、あとまあ本当にイベントコンパニオンって単語は知ってるって、なんかふんわりイメージもあるけど、実際に何やってるのかなっていうのを案外知らないかな。そう、知らない人が多い気がする。夜のお仕事だと思われるよね、コンパニオンで。そう、なんか温泉で裸お酒とか継ぐのとかよね、言われるよね。私温泉で裸で出てくる人って言われたことある。何何のコンパニオン？そう、なんか温泉も行かないし裸でも出てきませんイベントコンパニオンは。ね、まずコンパニオンでもいろんなジャンルが。そうそう、いろんな、なんかバンケットコンパニオンとかそういうジャンルもあるし。バンケットコンパニオン、わかんない。なんかの例えばその偉い人の立食パーティーなんかでお料理を取り分けたりする。かっこいい、それ人が。そう、身長制限あるかな。身長制限あ、でも多分ちょっと高めの。じゃあ無理だやりたかった。いや、でも全然大丈夫だと思う。ダメだよ、多いだけで多いだけでいや、でもロングスカートだからヒールとかでも引きずっちゃうよもうできるお仕事が限られてるから、背がね、まず身長制限があるとできない私。え、でもかわいいし。でもじゃないんだよ、でもじゃなくて無理なの。赤
諦めるよ。だから身長制限って見たらもうメールはいや私結構身長実寸で167あるんですけど、でかいの。え、そんなあった？そんなあるよ。気づかなかった。そう、今日フラット手術ヒールすら履いてないって、ちょっと足見えないんですけど、フラット、あ、足が画面から出た。今、え、嘘でしょ、そんなある？私ヒール履いてる。あ、ちょっと待って、じゃあ脱いでみるね。すごい。肩だ。大きいね。大きかったの、ね、大きいよ。なんか同じぐらいの気持ちでいたわ。気持ちは同じぐらいでいたよ。びっくりした今。今日一番びっくりした。気づかないんだよね、自分がちっちゃいって。でも私自分が大きいから大きいことに慣れすぎてて、あ、大きいことってこと？自分が大きいから、うん、なんか周りの子がなんか身長が自分よりちっちゃい状況に結構慣れてるので。あ、そういうことか。そうそう、幼稚園からもずっと一番後ろで私。いや、逆だね、私と。うん、こっちだった。前へ慣れてる。そっち派。そう、でもこの間ちょっとファッションショーのお仕事をいただいた時に、うんうん、もう周りが本当にでかい、そう、プロのモデルさんが多いから、75あればやっといい仕事もらえるのかなっていう世界を見て、でかい、そう、会う人会う人、なんかちょっと私見上げる、なんかあの身長がちょっと小柄な子の気持ちが分かった。どういう気持ちなのかな、小柄の子って。なんか、あ、私小柄なんだって思った。私あんまり気にしてない。同じぐらいの気持ちでいる。気持ちはね。そう、オーディションとかもでもさ、身長さ、あれだよね、あるよね、オーディションとかでさ、何センチみたいな、そう書いてある。オーディションあるそう、オーディションってそのまあお仕事をいただくときに書類選考あって、オーディションに呼ばれてってあって、控室に一旦コンパニオンで集、みんな集合するんですけど、で結構よくあるのが、あの身長を、まあ、ちょっと持っちゃってる子とか、私嘘ついてるから、もうオーディション行って、で紙に書いたの、何センチですかって書いてあったから、何センチって書いて、でそれがあること知らなくて、私つい最近行ったやつで、つい最近っていうか、でも何ヶ月か前だけど、で書いて、でさ、写真撮りますって言われて、はいって言って、じゃあここに立ってください、靴脱いでって、そう、あーと思って、やばいと思って、ここにメモリがあって、もうないよね、ない。155って言ったけど、全然155からしかなかったのね、全然足りてなくて、やばい、書いちゃったし、ボールペンだし、これちょっと書き直しますとかできないし、どうしようと思って、でもそのまま受けたよ、落ちたけどね。え、私そのメモリでずっと不思議に思ってることが一つあって、あのメモリってなんか実数の身長よりもちょっと低めに設定されてる気がしない？え、じゃあ私超ちっちゃいってことになっちゃうよ、そしたら。なんかね、私その167そのままいいよ。でどうだった？持ってるはずなんだけど、いつも測ると170超えてるんじゃない？あ、じゃあちっちゃい子のためにやってくれてんのかな、か私が伸びたのか、どっちなんだろうって。多分伸びたんだよ、70あるのかな。そうだと思う、書き直さなきゃ。だって私明らかちっちゃかったもんだって。本当？もう下すぎて、140センチ台じゃないかぐらいだったもんだって。すごい差があったもん。で、そう、去年一昨年ぐらいかな、オーディション受けた時も、それを聞いてたの、みんなから聞いてたから、お団子してたの、その時は。怖い。お団子が、こせば OK って思って、お団子してって、で、まあまあ、靴脱いでください。その時は知ってたから、ああ、大丈夫と思って、脱いで測って、行ってなかった、155。あ、ここにもダメか。お団子を持ってしてもダメ、全然無理だ。お団子かすりもしなかった。ダメかと思って。でも、なんかそのオーディション受けた時に、なんかたまたま友達と同じ階だった、5、6人とかで、
ですごい真剣にやったの、それオーディション、ゲームの説明してくださいって言われて超真剣にやったのに、友達がこっちの隣の隣ぐらいかっこんな状況で笑うって失礼だな小さいのって言ったのなんで笑ってんだろうと思って、で帰り一緒に帰ったらやめてよみゆちゃん本当笑ったとかひどいと思って、私落ちてその子受かった、ひどいひどい、でもちゃんと説明できてたから、その子は多分私はダメだったんだと思う。でもオーディションってなんか何が基準で受かるの？でもさすごいよね、みんな演技派だなって思ったオーディションなんか、例えばゲームショーの時だったんだけど、めっちゃみんな演技派だよ、あーなんかでもようこそみたいな感じだったよ、だってみんな、なんか MC さんじゃなくて違うよ、なんかようこそってやってた、そんな風にできます、私くるくる回してみたいな感じだった、で消すゲームですみたいな、で終わった、それで終わったのでしかもなんか質問と答えが私緊張しすぎて間違えちゃうので、で私はそれで終わったのに、で隣の子はそれだと思って答えてたの、したら審査員の人が、あちょっとすいません、ちょっとそれだと質問と答えが違うんでってなって、なんで私の時言ってくれなかった私どうでもよかったんだちょっと悲しくなる私もうダメなんだって私も注意してってもでも辛かった、わかる、なんかもうオーディションってその基準が明確に言われないことの方が多いんですよ、どうすれば受かるかっていう基準がわからない、それは背が高くて可愛くてしっかりしてたら受かるんだよ、きっとそうだと思う、もう前にちょっと受けたオーディションで、まあ、2人1組で、まあ私の相方の子がまさに本当に見るからにしっかりしてそうなお姉さんだったの、で、面接官にこう質問をされて、まあ、いろいろ最後に質問が、あなたはその集団の中にいる時に引っ張っていくタイプですかって、それとも、リーダーについてっちゃうタイプですかっていう質問を、難しい、そんな質問されて、そうされて、でお姉さんはもう私はなんかすごく人を引っ張るのが得意なので、なんか、どんどんリーダーシップを発揮していきますみたいな、そういうなんかしっかりした意見を言ってて、あもうダメだなって私正直思って思うよ、でなんか思わず口走った言葉が、私正直やれって言われたら頑張るんですけど、あんまり人の上に立つの得意じゃないので、どちらかといったらついていきたいですって言っちゃったんですよ受かりました、すごい、そのお姉さんも落ちてた、なんで なんだったんだろうって思って、あじゃあこうあれなんでだろうね、脱力系が好きだった頑張るから、頑張る子が欲しかったのかな、何のやつ、なんか IT 系の方でしょ、ビジネスも結構硬いのだったんですけど、そっちの方が受かるって思う、そっちのお姉さんの方が、でなんか、意外、そう、あこの人受かるんだろうなって思って、ものすごく本音で言ったら、すごい、分かんないよね、あれ何で受かるのかな、なんだろう、分かんない、もうね、で受かったことない、そういう展示会系のオーディションは受かったことない、でもオートサロンとか、オートサロンはあれはオーディションないから、あ、そうなんだ、そうオーディションない、もともレースの時はオーディションあったよ、でそれで出てた時もあるし、それはでもレースに出てたからそっちでオーディションしてるから、オートサロンの時はないし、去年とかやってたやつは、あれは友達経由でやってたから全然、レースに受かればよくない、でもそれは本当にたまたまそこのチームの人がすごいいい人だったから受かっただけで、他のチームなんて受けたら多分どうだろう、今年もたまたまできたけど本当に少ないと思う、私全然レース、ま、ちょっと壮行会とウェックだけは出てるんですけど、スーパー耐久とかは全然箸にも棒にも、身長があっても逆に引っかからないんで、あれば絶対わかるよ、みんな大きいもんだって、みんな大きい、
みんな大きい。みんな確かに15センチヒール履いてるけど、それでもみんな大きい。そう、私も15センチヒール履いてるし、ね、それはさ、叶わないよ、私。何センチ履けばいい。20センチヒールとか履いてた、履いてたけど、うん、本当に辛い、あれは。20センチヒールで売ってる。売ってたの。売ってた。めっちゃ頑張って履いたけど、マジで足が本当に疲れた。足が限界だったもん。くるくる。でももう本当に意地で歩いたもん。わかる。ヒールは意地だと思う、正直。でもみんな絶対足つらいよね。つらいつらい。あのなんか結構男性とか普段ヒール履か、特にあの10センチ以上のヒールって大抵なんかストームって言っても前の部分が厚かったりする。ヒールも太かったりするんですけど、今はそれその分だけ靴底があるから靴重いんですよ。重いよね。そうだよね。だからなんか足が痛いって大体つま先を刺すけど、え、つま先も痛い。つま先もね、だって関節だから。そうそうそう、めっちゃ痛い。サンダルだと全然、ああそうだよね、出てくからね。私太ももがもう痛かった、ふくらはぎと。あの重さ、要はそう、足全体で靴を持ち上げるから、うん、もう下半身が筋肉痛っていうそんなそう、でもすごいよく履いてたなって思う、今思うと。あんま、すごい20センチも20センチ通販とかで、通販でそう頼んだ。そう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 、 20センチってだってこれ30センチくらい。でもどのぐらいだろう。このぐらいはあった気がする。なんかもうだって刺さりそうだったもん。刺さりそう。ヒールの部分が本当になんかもう本当になんかもうえいってできそうなぐらいのヒール、もうピンみたいな。競技がヒール。これよりも高い。絶対これよりも高かったと思う。これ。でもこれぐらいだろう。あ、これぐらいはあったと思う。これ。結構だってめっちゃ高いヒール。ゆうちゃんのヒールこれだそうです。どからどまで余裕で届くくらいの。それでも、もうやっぱり大きい人には勝てないから、うん、全然無理。まあね、うん、私大体横に立つ人の、そのレーサーさんとかあの関係者さんの横に立ってると、大体第一声が君大きいで何センチって大きい方がいいよ、絶対得。そうなの。なんか結構最近モデルさんとか S サイズモデルさんとかいたりとか、うん、聞かないそんな話。本当あるよ。あとなんか前系とかそういうね。わかんない。仕事来る？そのいや私まずメイド服なんて着れないから来ないよ。セラフ来ないよ。キャラが違うよそんなキャラじゃないよでも見ない。ちっちゃい子案件はあんまり。ちっちゃい子なんか聞くけど、ちっちゃい子の案件あるよとか言うけど、全然私なんかその見たことないです。メールをなんかやってて、ちっちゃい子募集みたいなのをあんまり見たことない。でも私身長ありすぎて落とされたこと1回。そんなことある。165以下の子が欲しい案件で、5でなんか事務所が出してくれたら、でオーディション行ったら君大きいねって言われて。でも逆にそういうのもあるんだ。そう。別に食べ物か何かの案件で。すごい。でもそう、ね、オーディションの話に戻るけど、うん、オーディションって本当に分からない。私分からない、ね、なんてさ、展示会とかのさオーディションだとさ、うん、私はみたいな感じじゃん、うん、私はって私言わなかった、その時に。あえて私はって言って、でもまあ落ちたけど、みんななんで私はって言うんだろうって思って、うん、私はで言う。ああでもどうだろう、なんか私はこうで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 みたいな。あーでも半々かもしれない。早い。大切なお話を してないことが大丈夫ある。あでもさっき、ね、誕生日の話もしたし。そうだね、びっくりした。大変。オーディション、あ、そういえばそう、その、さっきの回で話したうち、うん、まあ私妹がいるんですけど、うん、あの、オーディション対策を深夜に突然繰り広げるのね。
え、そんな素敵な妹さんが、うん、欲しい。でもその言うことをあのちょっと一つポイント、なんかいろんなポイントを言ってくるんだけど、あの絶対に受かりたいですって言う、うん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 、あ、だから取ってくださいって言えって言われたんで行ってみたのね。あ、あ妹さんに言った方がいいよって言われて、そう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 、うんうんうん、落ちましたね。難しい。え、じゃあ謙虚の方がいいってこと？なんかもう何が正しいのかよくわからない。どうでしょうね、わからない。もうだってさ、まずさ普通のなんかさ、だってこの調子でいったらまず落ちる、いつもこの調子でいてるけどいつも落ちてる、だからこれはいけないんだなって思ったけど、でも自分を作って受かるのってどうしてって思っちゃうね。え、なんか、うん、そうそうそう、私知り合いの子ですごいしっかりしてて、オーディションバンバン受かる子がいて、すごい、そう、エレベーターの中で私オーディション嫌いって言ってたのに、そのオーディションが受かってて、やり手だなって。普段はどんな感じ？あ、でもね、なんかすごい小柄だよ。やっぱ背じゃないんだ。背じゃないんだ。しっかりどうかな、じゃあ。しっかりはしてる。そこかな、じゃあ。なんかそこだね、そこ。じゃあ。びっくりするくらいしっかりしてる。すごい。なんで？何が？細い。細い。あ、じゃあそこだね。そこだ。でもみゆちゃんも細い。私細くないから大丈夫。やばい、告知しないと。あ、そうだ、告知。あ、じゃあどうしよう。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。じゃあ告知行かせていただきます。私の名前高橋あずさと言いまして、イベントやグラビア等で活動してます。今後のお知らせなんですが、今月9月の21日にマシェバラ、マシェリバラエティとアイドルワンっていうのタイアップ企画、まあ、DVD レーベルなんですね。それで、まあ、DVD のそ、出すっていう権利をちょっとかけた争奪バトルをやっておりますので、ぜひですね、それの争奪バトルのチャットをやります、21日。なので、ぜひ参加お願いします。あと10月に、撮影会も予定しております。ちょっと日程出てないんですが、随時ツイッターアメブロなんかをチェックしてください。ツイッターのアドレスなんですが、アットマークアズエニキアンダーバー T で、ぜひフォローお願いします。あ、渡します、ね、はい、お願いします。はい、渡辺美優です。アメブロと Facebook と Twitter をやってます。ミユタビエの方フォローお願いします。多分2つあるんですけど、こっちをフォローしてください。で、さっきもお話ししたんですけど、10月の11日に名古屋に初の遠征でライブをします。昼と夜と両方あるので、ぜひあの近くの人は見に来てください。お願いします。あと10月の9日があのリアルバースデーなんですけど、その日に夜はあの誕生日会するので、ぜひお時間ある方は来てください。あとお誕生日おめでとうのコメントも待ってます。お願いします。コメントするよ。で、あ、そっか、まだ次回の日にちは決まってないか。また10月もですね、あの道玄坂 TVTV 放送するので、こちらの道玄坂カフェさんの方に遊びに来てください。お願いします。お願いします。はい、以上、終わり。終わり。大丈夫？大丈夫。言い残したことは？言い残したこと、ツイッターフォローお願いします。はい、以上、道玄坂 TVTV でした。ありがとうございます。ありがとうございました。また。